皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。天の父母様の夢が繰り広げられる本聖殿であり、天一国の中央庁となる天苑宮、真の父母様は天苑宮奉献式を1年後に控え、聖聖を捧げながらこの日を待ちわびておられます。今週は真の父母様が天苑宮について語られた御言葉を中心とした特集とともに、全世界の天一国宣教現場のニュースをお伝えいたします。大初からの天の父母様の願いは、天の父母様のもと人類一家族理想をこの地に実現すること。しかしその夢も、全ての人類が念願してきた恒久的な平和世界も、ただの一度も実現することはありませんでした。この地に天の父母様の一人子一人娘として権限された真の父母様、真の父母様はこのような恒久的平和世界を実現するために一生献身してこられました。모든것이인류앞에본이되어야돼표준이되어야돼그러기때문에내가효정천원을넣고인류앞에보여줄수있는하늘이소원했던참부모님이깊읽고이루어드려야하는그하나의세계가될수있는지상천국의모습을보여줘야되겠다。特別に真のお父様天中尊愛子、真のお母様は天の父母様との約束と真のお父様の偉業を完成されるために前進また前進され、第一次天中的カナン7年露呈を勝利した土台の上に天一国安着と天の父母様政界を宣布されました。真のお母様は特に天の父母様の夢を繰り広げる本聖殿であり、天一国の中央庁となる天苑宮を奉献するために聖聖を捧げておられます。天一国の首都である巨城天苑を中心に、天の父母様が安着されることのできる地上天国のモデルとして作っていかれる真の父母様、その遠大な構想は天苑宮の奉献によりはっきりと現れるでしょう。巨城天苑モデル造成の最も中心となる天の父母様の聖女天苑宮、その観光を1年後に控えています。이건물은하늘섭리의완성이야역사인류역사의완성이야이천정궁은참부모를중심한지성소라면은천지선화원은내가그때중앙청개념이라고얘기했는데천원궁이돼그래서실질적으로지상에계시는참부모가인류를상대로모든나라들을상대로치리하는곳세계모든인류들이와서천원궁에서교육받고사실을보고부모님의업적을보고축복을통해서거듭난자녀가되어서지상생활을알차게아름답게실하게해야돼。天一国の中央庁であり、天一国安着時代天の父母様の本聖殿である天一聖殿、そして天地人真の父母様の生涯の業績を子孫万代に相続し教育する天地尊楽園の役割を担当する天苑宮は、真のお母様の御言葉のように天の摂理の完成であり人類歴史の完成です。そのため真のお母様は寝ても覚めても
天苑宮の観光のために随時建設現場を訪れ陣頭指揮しておられます。이성전이완공되면하늘부모님께서꿈꾸셨던지상에참부모와함께안착하시는때임을알아야합니다2023년봉헌할때까지오늘부터하늘부모님께서모든것을주장하시는가운데역사하며보호하여주시기를간절히바라며참부모의이름으로아뢰옵사옵나이다아주天一国10年天暦3月17日オベリスク天正塔除幕式と天苑宮勝利奉献決意式で私たちは天苑宮の完成を前にしてもう一度決意を固めます。誠の父母様は天苑宮を奉献するその日新たな出発を前に特別な聖世を捧げるよう強調されました。좋은날이죠이성전의모습을이제실감하게됐습니까이제1년을앞둔오늘새롭게출발되는2023년5월5일을맞음에있어서우리의지상생활의삶은그림자가없어야돼요그림자가될수있는것은다버려야해요천상천국으로가는나의모습은크리스탈보다도더맑아야합니다새롭게거듭나는나와내가정과교회가그러한특별한정성을들여주기를부탁합니다天の父母様が切に願われ、誠の父母様が早くから聖世を捧げてこられた天一国の首都、ヒョジョン天苑。天の父母様の聖女であり、ヒョジョン天苑の中心地であり、平和世界のランドマークとなる天苑宮。天の摂理の完成であり、人類歴史の完成である天苑宮の奉献は、誠のお母様の至極なるヒョジョンを中心とした私たち皆の責任であり使命です。2023年天暦3月16日必ずや天苑宮を勝利奉献するその日まで共に前進しましょう。平和時代平和院を養成する新統一韓国平和フォーラムが第19回を迎え UPF と共に行われました。ユン・ヨンホ世界本部長は歓迎の挨拶を通じて新統一韓国平和フォーラムが分裂した国論を統合し韓半島の平和統一を成し遂げさらに新統一世界を夢見ることのできる契機となることを願うと伝えました。ムン・ヨナ UPF 韓国議長は今日参加した皆様が韓半島統一に対する敬願を得て道を探し一つになる時間となることを祈りますと挨拶の言葉を伝えました。チェ・ソンジュ元駐ポーランド大使は特別講義を通じて韓米同盟の重要性について強調しキム・ヒョンソク元統一部次官は国際平和のための民間レベルの国際的協力運動が重要であり
UPF がその中枢的役割を果たすことを期待すると明らかにしました。イヒョニョン UPF 韓国会長は、私たちが共に新統一韓国時代を切り開こうと激励しました。ヒョジョン学術財団のチン・ソンベイ理事長は、新統一韓国論の特別講義を通じて、神様主義、共生、共栄、共義主義というものは、すべてを解決できる偉大な思想であり、万能の鍵だと強調しました。新統一韓国平和フォーラムは、今後も新統一韓国のための持続的な教育の場として共に歩んでいきます。新中米5地区のドミニカ共和国家庭連合は、本部正殿にて祝福祝祭を開催しました。去る4月16日、韓国で誠のお母様をお迎えし、一層が祝福を受け、ドミニカ共和国のヒョジョン天中祝福式は4月24日、17層が参加する中で100名の祝賀客とともに挙行されました。祝福を受けた新郎新婦たちは、理想家庭のモデルを地域社会に拡大することを決意し、新たな出発をしました。新共産国伝道センターカンファレンスが、牧会公職者及び伝道センター関連のスタッフを中心に、チャンウォン家庭教会及びオンライン非対面で行われました。健康な家庭教会を基盤とした関係伝道文化及び伝道プロセスの構築を目的に行われた本行事では、現場200名、オンライン170名の計370名が参加しました。特別講義、事例報告、伝道センターブース体験、質疑応答などを通して、伝道センターの構築及び運営に関する全般を把握する時間となりました。パクヨンベ会長は、教会の実践化及び伝道ロードマップについて説明し、参加者たちとともに国家の復帰の意思を固めました。南北統一運動国民連合は、分断以降初の14泊15日の日程で、休戦ライン DMZ 横断乗馬ピースロードを完走しました。ピースロード10周年を記念して企画されたピースロード DMZ 横断乗馬遠征は、国際乗馬コンテンツ振興院と共同主催し、4人の遠征隊員は休戦ラインの東端、カンウォン道コソン郡ミョンパビーチから出発し、休戦ラインの西端カンファまで馬に乗って走り、韓半島の平和と統一を祈りました。隊員たちが横断した道は、行政安全部が造成した統一を開く道と命名された456キロの長い旅程でした。ペクジェヒョン大将を含む4名で構成されたピースロード乗馬遠征隊は、チンブレイを越え、ヤング、ファチョン、チョロン、ヨンチョン、パジュ、キンポなどを通り、砂道、砂利道、野原、水路など様々な道を力強く乗り越えてきました。乗馬ピースロード縦走完了式で、ソン・グァンソク会長は、韓半島統一の道と平和の道を必ずや私たちの手で作りましょうと強調し、乗馬遠征隊員に花のネックレスとメダル感謝杯を授与しました。隊員たちと参加者たち皆が心を合わせて、韓半島統一を念願しました。新統一韓国国民連合元老会は、韓国の900万の老年たちに対する先民教育のための矢じりになりなさいという誠のお母様の身旨を受け、天苑団地の聖地巡礼及び実体聖霊一人娘誠のお母様に関する特別教育を本格的に開始しました。元老会主管による4月の天苑団地聖地巡礼は計2回にわたって行われ、国内最高の元老組織である大韓老人会全国会長団など計100人余りの人々が今回の教育を修了しました。大韓老人会中央会新任会長団は、4月25日から26日までの1泊2日の日程で聖地巡礼教育に参加し、4月27日には元国会議員、大学教授、将軍、言論者代表団を中心に聖地巡礼1日教育を実施しました。誠の父母様の平和思想の実践とその意味を教育し、参加者たちは大きな感動を受ける時間となりました。
専門 UPA は現在毎週金曜日の午前7時から5時間専門大学校で統一武道修練会を行っています。特に現在フィリピンで語学研修中の1期生はフィリピン国際平和指導者大学で統一武道修練会をしながら今回4月23日に昇級審査を行いました。審査にはフィリピン家庭連合会長とフィリピン統一武道会長が参加する中、計59人の生徒が参加し、黄色帯から緑帯に昇級しました。国際平和指導者大学に滞在中は、定期的に昇級審査が行われる予定であり、生徒たちは統一武道修練会を通じて、心身がさらに強くなり、天に対する諸情を尽くす誠の指導者になることを誓いました。新アジア太平洋西区ヒョジョン YLT インターナショナルでは世界の光になって誠の愛の磁石になろうというテーマで21日間の青年リーダーシップワークショップを行いました。4ヶ月間のリーダーシップ訓練を受ける4年目の国際平和指導者大学の学生を含め48名の会員が参加し、ワークショップでは原理講義、講義大会、原理試験及び誠の父母様とイエス様の人生航路を描くロールプレイング大会、体育大会、文化の夜、奉仕活動などの活動が含まれました。今回のワークショップは設立を担っていく次世代の指導者のために必須の内容で構成されており、参加者たちは天の父母様の希望となる若い指導者となることを誓い合いました。さらにヒョジョン YLT と女性連合の会員たちは地域の小学校で奉仕活動を実施しました。計65人の参加者が地域社会の奉仕活動に参加し、これを通じて誠の愛を実践しました。該当の学校に50名の学生のためにプリンターおよび学用品を寄付し、ボランティア隊員たちは今年対面授業に備えて体育館の椅子と垣根を塗り替え、施設を美しく整えました。地域指導者たちは物品支援と奉仕活動に感謝の意を表しました。新中米5地区ドミニカ共和国家庭連合は復活節の連休を迎え、本部正殿で3泊4日の聖和書状修練会を行いました。幼い2世たちに天の父母様の創造、堕落、復帰の心情を教育する目的で行われたこの修練会は、聖和使女15名、スタッフ8名、保護者2名を含め計25名が参加しました。包括的な原理の内容を通じて、聖和使女たちは2世としてのアイデンティティを確立する貴重な時間になりました。天暦3月、ヨンジョンシク大陸会長は地域の青年たちを訪問し、新たに祝福された家庭を祝う場を持ちました。30組以上のアメリカの祝福家庭がヒョジョン天中祝福祝祭に生放送で参加し、アメリカではニューヨークのイーストガードンをはじめ10カ所で祝福式が行われました。ヨンジョンシク会長は北米の青年専門家たちと地域指導者たちとの出会いの時間を持ちました。またニューヨークにあるベルベディア教育センターで200人のシックと出会い、一心純潔プログラムの開始を知らせ、新青年センターとして祝福しました。アメリカ北部と南部でそれぞれ天一国指導者と地域指導者が集まり、春季修練会を開催し、2022年の目標達成のための激励と応援の時間を持ちました。アメリカの天一国宣教師たちは海外宣教を続けており、原理講義と地域奉仕活動を通じて地域青年たちとの親交を深め、彼らの文化を学んでいます。誠の父母様成婚62周年記念行事を終え、キム・ドンウ会長と新南米の中心指導者たちが孫文 UPA に訪問し、新南米留学生とともに特別集会を行いました。キム・ドンウ会長は
天の父母様と真の父母様が願われる指導者になるために最善を尽くすようにと留学生たちを激励しました。孫文 UPA に在学中の新南米留学生たちは、今回の集会を通じて天の父母様の愛を感じたと感想を述べ、新時代の指導者になるために韓国語だけではなく御言葉の勉強も熱心にすることを誓いました。ソナク歴史編纂院は、天一国の国立機関として真の父母様の御言葉編纂、真の父母様の生涯露呈、天一国設立に関する資料保存と確立、教育コンテンツ制作の使命を持っています。昨年創立40周年を記念して、全世界の執行対象に真の父母様の生涯教育のために英語と日本語でホームページを制作し、サービスを始めました。ソナク歴史編纂院のホームページは、天一国設立と真の父母様の生涯露呈教育など多くのコンテンツを通じて統一家の設立歴史を知ることができるプラットフォームとして活用することができます。今後ソナク歴史編纂院のホームページを通じて多くの資料を活用されることを願いながら、英語、日本語、外国語ホームページにもたくさんの関心をお願いします。詳しくはソナク歴史編纂院のホームページ掲示板や E メール、電話でお問い合わせください。シックの皆様、天一国を生きていく知恵をソナク歴史編纂院のホームページでお探しください。天の父母様が願われる天の父母様のもと人類一家族、そしてそれが実現した新統一韓国と新統一世界、天一国安着が実体的に現れる本教の地ヨジョン天苑と、その中心にある天苑宮、天の父母様にはべる誠なる子女として、天の父母様の願いを果たすため、生生を積み重ねる日々を歩まれる皆様となられることを祈ります。それではまた来週お会いしましょう。